さあ今回は、ダイスの MV 撮影現場に来ております。いやありがとうございます。はい、今回振り付けを一緒に作らさせていただいた林さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回一緒に作ってみてどうでした？いやもう僕なんかが一緒に作るって言っていいのかっていう。いいんです。僕はロック自体そこまで通ってきたわけでもなく、はい、ほぼ素人だったのに、はい、なんかこんな口を出していいものなのかと。いやおかげで本当にやばいのできてたんで、はい、ありがとうございます。やっぱなんか振りを作ってる時になんかすごいアドバイスをくれる。アドバイスじゃん。ここをこういう音で撮った方がいいんじゃないかなとか。あー確かにこっちの音撮りたいですね、うん、とか、あとこういう見せ方したいとか、はい、やっぱコレオグラファーって結構重要なのがメンバーの見せ方を分かってるっていうそのメンバーさんのなんか色がよく出るような形でやっぱこう共作するとすごいいいのができたなっていう。確かにだいぶ僕ら史上過去一練習してると思います。過去一、はい、もう今までここだけで急に誰かが一人ロック始めたら2秒後には一緒にだんだん入ってきた練習が、はい、楽屋で。分かります分かります。いや今回の振り付け映像とかも、はい、うちのメンバーまあ伊佐さんとかに見せたんですけど、はい、結構すごいねってこれかなり難しいよみたいな。やばい、一茶さんにそんな言ってもらえてるのがやばいです。いや僕もなんかまあロックダンス、まあいろんなアーティストの方がやられてると思うんですけど、はい、この振り付け間違いなく世界トップクラスで難しいと思う。いやもういっぱい言ってください。いやいや本当にないものでないの、はい、振り付け者3人いるんですけど、まあカズ・ザ・ファイヤーと、あとミュウちゃんと一緒に僕も振り付けさせているんで、はい、ちょっとぜひ見ていただけるとありがたいなっていうふうに思ってます。よろしくお願いします。なんかコメントを。ダイスもよろしくお願いします。いやそんなレコード大賞取ってますか。いやそんな全然です。まだまだなんで頑張ります。いや僕も頑張ります。レコード大賞取ってる時見てたんで、いや本当すっごい感動しましたマジダパンプさんがこうやってくれてたおかげで、はい、逆に嬉しくて泣きそうでしたそっちでも泣きそうです本当に、はい、いやありがとうございます。ぜひこれからも、はい、よろしくお願いします。はい